とうとう次の薬が完成したよ。ルカちゃん、うわー、おめでとうございます、ソフィア師匠。ちなみにこの薬は何ですか？ふふ、今までは色物とかゲテ物、最終兵器とか色々言われたけど、今回の薬は今までのものとはわけが違うの。そこまでですか？そう、この薬は、どんなにボロボロな肌でも飲むだけで潤いが一瞬で戻る薬、だよ。わお、年を重ねたおば様たちの救いの一品。これはこの時代の帝王神メルトリア様が喜ぶね。いや、まだメルトリア様はそこまでボロボロじゃ。とりあえずせっかく完成したし、少しお昼にしましょう、ソフィア師匠。そうだね、今日は従属神のみんなも晴れ晴れした顔で帰ったし、ゆっくりしよう。よし、薬はここに置いておいてっと。ねえねえ、月下様、大丈夫？ごめん、お昼は二人で行ってて。だーね、お昼ご飯は強制イベントでーす。あんか、親の顔が見てみたいわ。ママなら多分玉座だよ。だから体力バカなのか。ほらほら、話す元気があるなら一緒に行けるよ。ねえ、ほんと、もう全然寝てないの、寝させてー。私も行こう。はぁ、ここの女神様たちは別品だけど、逆に辛いなー。あれ、まだ薬も調合してたのか。どれどれ、僕が薬を完成させといてあげようか。量的にこれを赤いやつに入れたら OK そうだ。よし、なんか美味しそうな色になったぞ。よし、いいことしたし、姉御と兄貴のところにでも遊びに行くか。最近はソルテ世紀大女神様に罵られる楽しみも増えたから玉座大好きなんだよな。ご飯も食べたし、早速玉座に行って紹介しないと。なんか色が少し青くなってる。まあいいか、そもそも異質異能から生まれたものが多少色変わっても問題ないよね。よいしょっと。ほら、玉座に行くよ。ソフィア師匠、ちょっと食べ過ぎたから後で行きます。ごめん、私も少し休んでから行くわ。わかった、それじゃあ先に行くね。調子に乗って食べ過ぎた。ルカちゃんの挑発に乗ったのが間違いだったわ。珍しいわね、護衛部隊側が来れないなんて。そうですね、せっか様と私が一緒にここにいるのもあんまりありませんよね。まだパトもソルテ様も来てないし、たまには二人でゆっくりしましょう。やった、ゆっくりしよう。せっかちゃんとハクちゃん、ソフィアちゃん、どうしたの、遊びに来たの？あんまり月下お姉ちゃんに任せきりにしないであげてね。最近顔色悪いし。ふふ、大丈夫だよ。今日は薬が完成したから持ってきたんだよ。うわぁ、嫌な予感。今回はなんと肌に潤いが戻る薬、美容に最適だよ。すごいです、ピッチピチだね。で、最終的に体がふやけるとか、液体になるとか、そんなオチじゃないわよね。違うよ、ひどいな。食べても太らない薬、で体内にブラックホール作るわ。視界が良くなる薬、で不眠症になったり。何度も痛い目に遭ってるのよ。原子で好きなタイミングで無効化できるって理由で。じゃあいいじゃん、今回も騙されたと思って飲んだら。いやよ、なんでいつも人体実験薬しないといけないのよ。じゃあ私が。飲もうかな。吐く大丈夫、本当にヤバいわよ。ソフィアは地球にいたマルチ商法の勧誘とか、宗教の勧誘、某テレビ局の勧誘よりある意味たちが悪いわよ。私の印象が悪い。ひどいなー、私だって帝国のみんなのために頑張ってるのに。そこには私の犠牲があったこともお忘れなく。いや、月下お姉ちゃんもか。まあまあ、せっかく月下ちゃんも頑張ったんだから。そうだよ、作ってるのは技術開発のみんななんだからね。本当、今のところ一番全く報われない舞台よね。大丈夫だもん、今日はもうみんな部屋に戻ったもん。ちなみに何日ぶり？3日くらい。ほらー、報われないどころか、帝国一のブラック労働じゃない？まあ、でも技術開発の皆さんが、頑張ってくれたんだから。それを飲まないと、失敗以上に報われないよ。さすがハクちゃん、それじゃあ早速飲んでみよう。色がまんま毒じゃない。美容系だからてっきり乳白色とか透明なものだと思ってた。いや、それはヌル系の美容液だよ。ふふ、これの期待される効果はあの美容に洗浄に、何でもござれの、世界樹の雫、よりも効果は高いんだよ。そこまで保証があるなら、実験台にさせられてる時点で保証なんかあるわけないでしょ。ほらほら、ググっといっちゃって。吐く、死にそうになったら時を戻しなさい、いいわね。では、いきます。グビー。吐く、どう？体に問題はない。はい。思ったより美味しいです。よかった、それで肝心の肌の方はどう？それは、まだ、せっか様から見て何か変わりましたか？
そうね、見てみないと。あれ、どうしたの？吐く。落ち着いてね。落ち着いて聞いてね。はい、あなたの顔、おかしくなってる。はい、そうなんですか、私にはさっぱり。そう、フィーヤー。そこが美容効果よ。美容の美の字もないじゃない。おかしいなーって、でも肌はきっと潤いに満ちてるよ。まだ潤った実感はない。ですね。そう、ごめん、ハクちゃん、その状態でこっち向かないで。違うです。とりあえず私の原子で解除するからハク、こっちにおいで。せっかく飲んだのにソフィアちゃん。ひどいよ。そうね、だからダメって言ったのに。まあ、ソフィアちゃんの気持ちもわかるけど。いや、でも、おかしいな、ここまで変な効果じゃなかったんだけどな。とりあえず今回も失敗ということで。わかった、ソフィアちゃん。はーい、残念だけど、さすがにこれは失敗としか言いようがないね。あれ、どうしたの、みんな浮かない顔して。月花ちゃん、今回も失敗作だったよー。ねえねえ、どうせならそっちで試してから持ってきてくれない？え、試したわよ。ソフィアちゃんに言ったこと全部実際に使った効果を言ったんだけど。嘘だー、だって私の顔、すごく変になっただけだったよー。笑い殺されるかと思ったくらい。ソフィアちゃん余計なこと言わない？それにしても、なんでそんな変な色になってるの？確かもっと赤かったよね。え、変色しただけかと。ソフィアちゃん、出来たての薬は変色しないわ。お、姉子たち、集まって何やってんですかい？って、それはワイが最後に完成させた薬じゃないですかい？え、最後に完成させた？最後の薬の調合がまだ未体だったので、この姉子の月夜に、青の助が最後真心込めて調合しやした。つまり、こいつのせいか。そうだ、それ、こいつに飲ませたらいいじゃない？自分で完成させた薬は自分自身の体で試さないと。姉子、ちょっと待ってくだせぇ。拙者は善意の塊でやったことなんでさ。あ、そう、ならとりあえずその喋り方をどうにかしろ、バカモンだー。そういえばなんでせっかって帝国まで青に持ってきたの？せっか様はあれでも根はすごく優しいですから。わざわざ、実家まで行って、青にとかいろんな子たちを、迎えに行ったんですよ。なんだかんだ言って面倒見いいからねー。今はメリアちゃんの計らいで、モンスター管理の星を数個作ってもらった、らしいです。面倒見がいいんだか、そんな役割が好きなのか。とりあえずもう一回同じやつ作ってよ。そうだね、サンプルはあるから、そこからもう一度作ってみるわ。あの薬、私の時代に普通にあったから、あれは成功品なんだよなー。まあ、絶対に教えないけどね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。